ハドルト、アルメニア語、アゼルバイジャン語、エドリュートは、ナゴルノカラバフ地方の都市である。アゼルバイジャン共和国は、ホジャベンド県の町と主張しているが、1991年から1994年のナゴルノカラバフ戦争終結後は、アルツァフ共和国の実行支配地となり、ハドルト県の行政の中心地となっていたが、2020年のナゴルノカラバフ戦争で、 アゼルバイジャン軍に制圧され、その後の停戦協定により、アゼルバイジャンに返還された。アルザフ共和国の統計によると、2015年時点の町の人口は4100人である。1939年9月10日から1991年11月26日に、自治州が廃止されるまで、アゼルバイジャンソビエット社会主義共和国のナゴルノカラバフ、 自治州のハドルトライオンの中心であった。1992年10月2日以降、ナゴルノカラバフ国防軍の支配下に入る。2020年10月9日及び同11日、イルハム・アリエフ・アゼルバイジャン大統領は、アゼルバイジャン軍がハドルトの街を制圧したと発言したが、アライク・ハルチュニャン・アルツァフ大統領は、アルツァフ防衛軍がハドルトを完全に、 支配しているとして否定している。10月10日、アルザフ外務省は、停戦開始以来、ハドルトを除き、アゼルバイジャンの破壊工作、偵察集団の無力化作戦が行われている、ことから、敵対行為は停止していると発表した。ロシアの戦争ジャーナリストは、10月11日の時点では、ハドルトは、アゼルバイジャンの支配下にはなかったとしている。2021年1月、 道庁は、アゼルバイジャン領であることが、明らかになり、町内にアゼルバイジャン語の道路標識が設置された。http://stat-nkr.am/.files/.publications/.2015/.lxh とベロウフ 2015? <ー> pdfhathttp コロンスラッシュスラッシュ stat-nkr.am スラッシュファイルズスラッシュパブリケーションズスラッシュ2015スラッシュ LXH とベイロー 2015pdfhat ローオブオスアバイジョンリパブリックオンアバリシメントオブナゴルノカラバフオートノマスアブラストオブオスアバイジョンリパブリックアーカイブドコーピー2012年4月24日時点のオリジナルより アーカイブ。2011年8月30日閲覧。オスアバイジョニーアーミーリボレイツエドリュート、セトルメントエイトビレジェスフロムオキペーションリスト。アパ・アズ。2020年10月9日閲覧。ビレジェス、リベレーティットバイザオスアバイジョニー、アーミーフロムオキペーションビサイズエドリュートセトルメント、ハブビンリビールド。 アパリポーツ、プレジデント、イルハムアリエフセットインヒズアドレスツーザネーションザット、ビサイズエドリュットセトルメント、チェイリー、ユカリグツロック、コーラシリー、ギッシュラグ、ガラジョリー、アファンディラー、スール、アンドサリーマンリービレジェス、ハブビーンリベレーティットフロムザオキペーション、オペレーションイズビーイングエクスキューテッドフリー、ストレスドヘッドオブステート、プレジデントオブアーサックハイリーアプリーシーツ、 コンバットレディネスオブセルビスマーミーニエドリュート。アーミーニープレス。2020年10月13日閲覧。ゼー。ゼー2020年10月13日閲覧。ゼー。ラブスナ、スー。2021年3月3日閲覧。マンフェン、サインズプレイツウィズストリートネームズビーイングプット。アップインオスアーバイジョン、S エ,エドリュート。m e n a f n c ドットコム。 2021年3月3日閲覧。オフィシャル、ページオブベガーシャパットシティハット、エドリュートバーバンクビケームシスターシティーズ。ありがとうございます。